騎兵だ。マガモの顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。近いな。助ける気じゃないだろうね。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと、万兵だ。一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。おじ上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。おじ上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。馬屋へ急ごう。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？名をつけねばな。影、世を守る闇。ノブ、誠の心。人は城の中だね。
壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。お主はここで待っておれ。殿を返してもらうぞ。オートンとシェウヘキャしたであろう。この音何？分からぬ。だがおそらく猛虎の兵器。これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。
聞いておるぞ、堺人。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。ジン。さあどうする、堺人。
若様、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上は、ご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。堺殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不よ。すべて私のせいです。ジン、それでも無事か。父上は私をかばって、息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。奴の魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。お導きください。動けって頼むから。ユナ、ユナ、どうだった。志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。
あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても、返り討ちに遭うのは必定。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。Ken Ragdach Gulbinda. Bonjour. Ariel Chimiko Benda. Hernig Otsoy! Oda Quick, this phone of the Samurai. Anta, I'm looking for you.馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。ここへ。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら挟めしまえさ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。よし。
日吉の湯だ。宿の者なら先生の所在を知っているはず。さあ、うちの道具を見ていってください。恐れながら数が足りませんね。礼を言う。目的を達せられますよ。良い弓に勝る武具はございません。弓をお持ちですか？駒田の浜でなくした。それは残念でしたね。もし石川先生が生きていらっしゃれば、弓をお譲りくださるかもしれません。弓さえあれば、私がその力を引き出して差し上げます。できないの。他の人が集めてくれるといいけど。振り返らずに走るしかなかった。矢筒を新しくいたしませんか？駒田の近くに住む友人からまだ何の頼りもないんだ。何かご入り用でしょうか？酒井様、生きていらしたのですね。なんとかな。どこかで会ったか？ああ、いいえ、ただご出陣のお姿を見ただけです。これをお受け取りください。お探しの者へと誘う力があると言われています。それはお主が持っている。猛虎が怖くて私は動けません。もし道すがら花を見つけたら、ここに持ってきてもらえますか？いろいろ染め直しますよ。覚えておこう。助かった。素材が足りないようですね。また来よう。どうかご武運を。厳しいお方だけど。
お侍？まさか。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。Thank you.